よし、今日もマリオを楽しむぞ。キノピコちゃんだー。キノピコちゃん来ちゃー。キノピコちゃんは、キノピコちゃんのどこが好きかって言うと、まあ、ピンクいとこ以外全部嫌い。よし、キノピコちゃん。まずはキノコ、ゲット。あー、モグラさん、土に竜って書いてモグラー。はーい。あー、魚に弱いって書いてイワシー。だから最近マリオメーカーの実況適当すぎて、そろそろ文句言われそう。まあ文句言われても、まあ、別に文句言われたところでもう 何も思わない。押せ。おい、顔流さるか。あいつ待てよ。これあれもう俺にあれをしない末路だよ。それがどこ行けばよかったんだ。ちなみにこれな、これいや、まあ、あとはただ黄色いそこにあるのね。坊主が屏風に上手に坊主の絵を描いた。はい、行けました。僕の勝ちです。なんで坊主が屏風に上手に絵を描いたか明日までに考えておいてください。はい。おいおいおい、追いついちまったぜお前に。さあね、お前にキノコあげたから。なんかある、なんかあったからもらっちゃった。えへへ。ね、俺にもキノコちょうだい。お前にもキノコあげたんだから。ダメだよ、ダメダメ。お前そこでちょっとテレサ見張っといて。ダメなんだって。ね、これどこのタイミングで こいつと小競り合ってるうちにさ、タイミング残す。おい、だからテレサが上に突き出てる。どいつもこいつもミニチュアダックスフンドみたいな感性しやがって、しゃぶりつけばいいと思ってるからな、まあ、そういうやつに。ああ、え、なんかマリオどうやって言ったらそこね、教えて。マリオね、俺どうやって言ったらそこ教えてよ、早くね。はい、どうも皆さん、おはようございます。と一戦目に俺としたことがおはようございますの挨拶を忘れていたので、まあ、僭越ながら、まあ、おはようございます。マリオを使わせていただきます。 MKR と申します。本当に今更になるんですけど、マリオメーカー始めてから皆様に一番言いたい、伝え忘れていたことがあるなと思って、これだけは伝えておかなければいけないことを今まで忘れていたので、まあ言わさせていただきます。高評価お願いします。はい、なぜかなんか僕と、なんか僕よりも再生数が少ない動画とかは急上昇乗るのに、僕の動画は急上昇乗らないのは、あくまでも僕の再生数およびまあ僕はいや、なんでもないです。これ以上言うとなんかクソガキが低評価って言おうしてるの面白いんじゃない、部品みたいな感じで低評価をするフラッチ者がいるので、ちょっとそこには触れないんですけど、歌い手さんとか1万再生の時点でもうさ、1万再生1万2000高評価みたいなさ、バグが起きてるにもかかわらず、俺は10万再生あろうと、まああって高評価1000、まあでも高評価1000でも本当はありがたいことなんですけど、まあ俺もなんか、まあ、半歌い手みたいなとこだし、まあそんぐらいもらっちゃってもいいんじゃないかなって勝手に思っちゃったり。これどうすればいいの、もうあいつが、これみんなでやり直せませんかコースないの、これどうすればいいの、これ上に何かあんの。あ、世界広がってる。待って、分かった。一回冷静にみんなにやり直しませんですかっていう圧を問わす。この圧が大事だから。氷ってさ、ファイヤーで溶かせるの。ギミックを知らない僕に教えて。お前がそれ持ってるからさ、どこで得た、お前それ。あ、待って、復活してる。え、そのプロペラもうなかったじゃん。また湧いてきたの、ね、俺にもちょうだいよ。ああ、もうちょっとくそ。はい、いよ、そこにプロペラが待ってるのはいいよ。やったー、プロペラだよみんな。高評価ください。プロペラ、僕のプロペラがかっこいいと思ったら高評価ください。絶対勝つんでよろしくお願いします。いくよー、ビューイーン。これはすごいぞ。甘い甘い、まるでミルフィーユの三段タピオカ漬け。タピオカにばっか目を向けてないで、たまにはナタデココの相手もしてあげて。ね、これどこ行けばいいの。なんかあの先鍵があったよな。鍵があるってことは、てかまだなんか意味ありげ、ちょっと待って、俺見抜いちゃったかも。あの氷ってもしかしてファイヤーで溶かせるんとちゃうか。あ、溶かせないわ。待って、鍵持ってるやつがいる。許すな。おい、インナーピンクだ、殺せ今すぐ。少しでもお前たち長い間争ってくれ。押せよルイージ、お前全てにおいて出遅れてんだよ。まあ、それよりさらに下も行ってんのがこの俺なんだけどな。お前諦めてんじゃねえよ勝負を。諦めんな、俺とお前が諦めてる間ならキノピコはすぐさま先に行ってんだ。お前みたいな、そこ、一生、お前みたいな弱虫モンブランは、一生そこでカルシウム不足に陥って、過労死して死ね。さあ、キノピコ、待ってるよ。お前だけの世界だと、おいおいおい、キーブレードが俺の、やっぱ俺キーブレードに選ばれし勇者なんだ、前々から思ったけど。絶対そうだと思ったわ。やっぱ持ち主のところに帰ってくるんだな、キーブレードって。おい、頼むぞ、みんなでやり直せませんかだけは押すなよ、マジで。これみんなでやり直せませんか押したら、お前らほんと、よし、食ったな、これ、なんか、ぷくぷくパラダイス。結構長そう、このステージ。なんだ。わからんよ。わからんよ。全然わからんよ。これ、メットで壊せる、これって。
あ、ついてきてるよ、生意気に。メットで壊せないじゃん。え、どうすればいい。あ、その中入れるんだ。あれ待って、この中から来なかったというか、その中に答えが、あ、そんなところになんかある。それは知らないよ。え、待って、あいつなんでそんなすんなりいけた。なんかさ、ちょ、上にさ、あ、ねえ、どこの隙間塗っていけばいいのこれ。おー、どうやら俺はキーベードに選ばれた勇者じゃなかったらしい。スノウ、だから時代は TikTok だっつってんだろ。 TikTok ももうインスタに食われがち。でもなんかインスタって写真あげなきゃ、なんでインスタがあんなに流行ってるのかわからないですけど、インスタやってるやつはパリピで、ツイッターやってるやつはオタクみたいなことよく言われがちですけど、やばいやばい、なんかインスタ談義したら大幅に出遅れた。これは確か、そうそうそう、今なんか感性ドッスンに吹き飛ばされたかのように、あのドッスンは上に乗ってもいいドッスンなんだよな。俺は無敵ビート版な、あのなんかなんで、なんていうのなんかあの、もう一度、ちょっとなんか気持ち悪がられるからあんまこういうの言いたくないんですけど、もう一度学生時代に戻れてプールの時間があるとしたら、なんで入れないのこの時間は。俺はシンプルレベルスネーク。ちなみに俺がさっき言おうとしたのは、平泳ぎってエロくねっていうことを言おうとしたんですけど、まあオブラートに包んで言いませんでした。スネーク、シンプルとか言っときながら火山を出してくるあたり、まあその制作者の、まあ、悪意が見え隠れ。はいはい、キノコ取られる。はい、最終的なキノコ。これ、え、ああ、俺も置いてくる。スネークって、そのスネークね、これスネークブロックって言うんだ。俺ずっとテキテキブロックって言うんだ。はい、みんなバカー。お前ね、平泳ぎのエロさに勝た。俺キノコがないときつい。キノコがあったら、え、僕たちのテキテキは、僕たちのテキテキ、テキテキだ。結構長いテキテキであること、あまりにも長い。あぶねえなこいつ、痛い、もうやだやだ、争いたくない、ここでもう無理。今時のスクール水着って上と下が繋がってないやつなんですかね。なんで上と下繋がらなくちゃいけないんですかね。なんかもうなんか、そう、きせ、なんていうんですかね、なんかこうやって言っても信じてもらえないかもしれないけど、なんか学生時代っていうか、そもそもそういうなんか性欲盛んな時期になんか性欲が枯れ果ててたから、から全然ね、そういうね、あのルイージ、お前さっきからお前な、覚えて、お前の顔覚えたからな、お前一番キモいからね、言っとくけど、お前ルイージって言っとくけど、この世の中で。おー、また同じじゃねえかよ。いや、もう昨日秒先行っちゃったから、もう俺たちに未来はないよ。だってシンプルスネークだもん。なんつったってシンプルスネークだもん。もう3人だから協力しよう。うん、お前今は俺たちが土下争いするんじゃなくて、いかにしてあのキノピオを止めるかってことだけ考えてプレイした方がいいよ君たち。じゃないと足元救われるぜ。うん、そう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 、ああいう風に一人ではしゃぐバカ、あ、ごめんねルイージ、でも今までの恨み全部お前に返したからスッキリしたわ。ああいう風に奈良県に行ったらとりあえず、え、何お前何待ってんの。あ、これがなかったって困っていたのかい。わかんないから殺そう。な、何待ってんのお前マジで。それ、え、その中に何入ってんの。あー、なるほどね、お前ちょっとスネークやっちゃった。早いよ行かせんの、クソが。いや、今更ルイージ協力を仰いできても、もうお前は誰の、誰からも信用されてない。はい、オッケー。あいつ奈良県で、奈良県に行ったらまず最初に鹿にむしゃぶりつくタイプね。鹿せんべい買いすぎて鹿に襲われるタイプの哀れな人類。よしよしよし、流れ落ちるマグマも後ろにいればいい感じになんか軌道を読め、呼吸を見出せ。今の無理だろ。イエーイ、みんな死んでんじゃん。ムキムキ、おいおいおい、諦めな、まだ残り49秒、協力しようぜ。ラストトライって感じだな、これで。これでいけなかったら、うん、精神誠意込めて、みんなでもう、謝ろう。マリオメーカー引退しよう。はい、はしゃぎすぎ、おバカパラダイス。そんなに俺を上に打ち上げたって、殺す、今すぐ殺す。冷静に、冷静に立ち回ろう、冷静に。はい、置いてかれたー、もうダメー。は？何の得があるって言うんだよ、それ俺に。お前に何の得が、お前に一体何の正義があって俺を殺してんの、こいつさっきから。お前ほんと、自覚した方がいいよ、一番。一番自分が、持っててないことを早く気づいた方がいい。寒いわ。勘違い野郎が、お前。行き急ぎ勘違いクソ、キリとか。熊田正史が、こいつ。絶対こいつ熊田正史だろ。はい、スーパーアイスクライマルブラザーズ。お、キノピコを使わせていただけるんですかね。光栄です。まあ、アイスってついてるあたり、まあやはり雪ステージですね。光栄です。まず上を取らせて、最初のアイテムだけ取らせていただけたら、光栄です。これで、ね、まああいつらが、いや、わかった。俺がやるべきことは、あ、いや、しかしここにもちゃんとあるんですね。光栄です。アイスブロックも、小ジャンプから、なかなか、あ、そう、アイスブロック以外は、ジャンプで壊せるんで、光栄です。あ、キノピオさん一緒に協力しますか？全然僕は構わないよ。それでもいいです。光栄です。アイスクライマーみたいなステージですね、これ。あ、痛いです。光栄です。蜂に刺されたところでね、光栄です。
はい、上。これ、あ、なるほどね。これ猫ブロックがなくても、まあ、どんどん登っていけと。はい、もうなんか、ルイージはちょっと生理的に受け付けないので、まあ、すぐさま、ハンマーでどついて、頭蓋骨でも、割ってあげたいところですが、あ、そこ、何に甘くないよと、このゲーム。あ、まあ、いますね、ルイージ。ルイージ死ね。ルイージさえ、もうなんか俺、新たな縛りとしても嵐プレイヤーとなって、ただルイージで選ばれたプレイヤーを殺すだけの、嵐行為していいっすか、自分。すごいよ。すごい隕石みたいな、まるで。はい、ナイスゴール。だから土管に入れない。神秘的なサーフィン。まあ、日本風に言うと、神秘的なサーフィン。神秘的なのに、ルイージじゃん、キメ。なんだよ、ルイージって。わ、お前これ、あれじゃん。あ、これ、俗に言う、これ神秘的なサーフィンじゃん、これ。おい、これ俗に言う神秘的なサーフィンじゃん、これ。あぶれ、ちょ、俺、神秘が足りてない。なんだ。あ、お前これ、俗に言う、これ神秘的なサーフィンだ。あー、これ神秘的なサーフィンじゃん。うわ、これ、爽快感ねー。全然爽快感ないよ。下取っときゃいいや。永遠とお前ら上でぴょんぴょん跳ねて、息急いで死ね。これ、ヒップドロップ、押さないで。わー、ママやれる、俺なら。目を、やめよ、こんな。無理。英語無理。英語って何？何そもそも英語って。アズとか、アとか、トゥーとかの。つけんな。意味わかんねえんだよ。どうやって説明しようって、あんな。教師も困るだろ、あんな。違いする。何にも、ありすぎだろ。ワズ、ウィー。これはもう、接続詞全部死ね。この世の接続詞全部消え去る。はい、なんかキノピコが、戦闘放棄。お前らがそこに入るなら俺は一番上に入る。ぴょーん。はい、死にましたー。スーパーマリオ 2D ワールド、ブンブンをカッコすべて、カッコ一体。ブンブンすべて、カッコ一体。あ、面白いね。やっていきましょう。ブンブンは、なんかもはや、手慣れた赤子の手をひねるかのような、簡潔さ。で、赤子の手をひねるって冷静に考えて、残酷なことだよな。赤子の手ひねる、赤子の手ひねるのを簡単って意味で使ってるのかもしれないけど、赤子の手ひねるのは言っとくけど簡単じゃねえからな。なんかやばい。マグマせり上がりスティング。どうしよう。上の、チョロピケス、アップで間に合った。大丈夫、焦らなくていい。だってだって、ブンブンを殺すステージだから。マグマは、一定のところで、あ、これで、こそけばいいんだ。とりあえず、ルイージだけは絶対に許さないから。あの、戦闘、な、もっとルイージかってやったら、もっとなんかどうでもねえやつしかねえな。譲れよ、もっと後ろに。待てよ、少しは待ってくれてもいいだろう。この、ハンマーマリオ、何をできるか今知らないけど。待てよ、ルイージお前。びっくりした。びっくりさせんなよ。はい、戦ってる。はい、ルイージ死ね。ブンブンじゃなくて俺のメンターゲットはルイージ。ルイージ死ね。はい、ブンブン俺が倒したね、これ。お、ブンブン俺が倒しちゃったね。あ、ダメ。ルイージが休んでます。ダメだよ、ダメ。お前死ね。お前がな、お前がいけねえんだよ、全部。あ、もうお前、行かせねえよ、バカ、お前。これ、やらせればいいだけ。お前ら、俺に触んねえ、マジで。特にルイージ。本題イズゴッド。やべ、負ける気がしねえ。ゴーストハウスじゃんってか。幽霊屋敷。なんか、女の子と、8対1ぐらいで遊園地のなんかお化け屋敷に行きたい人生だった。なんか俺これ YouTube で話したかどうかじゃないけど、俺が富士急ハイランドっていう世界一怖い遊園地によく、あれされるところがあるんですけど、そこで、なんか普通に男友達で行って遊園地行ったんですけど、はい、で、一応男友達6人で行ったんですけど、ね、それ俺の取らないで、なんで取ったの？あ、でも俺、まあ、ルイージじゃねえか、俺。だからもうルイージならしょうがねえわ。そういうことされても、だからルイージだもん。で、やっぱその、なんか、女の子たちが後ろから8人組ぐらいの来たんですよ。でもなんかそれ早くて、どんどんお化けに、俺たちがあんま驚かず、スローペースで行ってるんじゃなくて、女の子たちがもうお化けに怖がりすぎて、すごい勢いで俺らのとこ向かってきたんだよね。で、これで、なんか、俺は純粋に、お化け屋敷、世界一怖いっていうのが気になって、それは待ってたんですけど、そのなんか、女畜生どもが、なんか、一緒に行きましょうよみたいな感じで、一緒に行く流れになっちゃって、で、なんか、そいつらが戦闘を叫ばしてから、なんか、うわー怖いみたいな感じで、全部女の子がお化けを吸収してって、俺たち男組は女の子たちの残骸しか残ってないんですよ。女の子たちを驚かした後の残骸のお化けしか残ってないんですよ。だからもう、女の子たち襲った後お化けとなんか気まずい雰囲気、目を合わせて、ちょっとごめんなさい、通りますみたいな、ことを繰り返して、でそんなね、俺たちのお化け屋敷の楽しみを制したなら、まあ、その後なんか一緒にジェットコースターぐらい乗るよみたいなことを思いつつも、まあ、もちろんね、ありがとうございましたみたいな感じでところが消えてと。くだらねえんだよ、ルイージ。
わかるかお前、全部でお前らしだから、ちょ、まあ、ルイージお前調子乗るな、お前ほんとに自分をドカンと勘違いしてんじゃねえぞ。細長くて緑だったら全部ルイージだと思うね。え、それ取りたい、取れるような設計に等しい。うん、シャクトリムシブーブー、痛い痛い痛い。あー、これ下にクッパいるタイプだ。俺がお前を殺すために言ってんの知ってんのかお前、これお前、お前死ねよこれ、お前邪魔なんだよ。で、もこっち側に取れ。俺はもうお化け屋敷で二度と女の子に、